不動産業界で転職する？非公開求人もご紹介可能です。なりたいあなたを見つけよう。宅建ジョブエージェント。試験直前にやることじゃないんです。非常に参考になるコメント多いんでですね、ぜひ聞いてください。これ私もまさにそう思います。これすごく同感です。もしで点数が悪くても諦めてはいけません。この方ですね、まさに模範演技でございます。これを使ってですね、ブーストをかけるんです。全然点数が変わってきます。それで一周終わると非常に落ち着けるので正解率が上がってきます。今年見事にリベンジを果たした方からもこんなコメントをいただいております。田中先生の不動産大学12月試験組へ応援メッセージ編ということで、12月2日の合格発表以降ですね、12月受験組、そして来年のリベンジ組の方に向けてですね、非常に参考になるアドバイスコメントが多数来ております。すごく私も共感できるものがたくさんありましたので、これは皆さんにお伝えしないと、とそういうことでですね、今回はですね、私の見解も付け足しながらですね、ご紹介していきたいと思います。非常に参考になるコメント多いんでですね、ぜひ聞いてください。早速いきます。ママバーバさん、ありがとうございます。田中先生、毎日動画ありがとうございます。宅建と管理業務主任者の市販の模擬試験はかなり難しいと思います。模擬試験の結果で心折れますが、絶対諦めちゃダメです。本番の試験の方が簡単だと思いました。宅建は合格しましたが、管理業務主任者試験は模擬試験の結果が悪く、最後は諦めモードでしたが、実際のテストはかなり点数が取れました。あともう少し頑張ればよかったと後悔しました。模擬試験の結果に惑わされてはいけません。自分の勉強の穴がどこなのかを知る方法の一つと考えた方がいいです。はい、これ私もまさにそう思います。これすごく同感です。市販の模試ですね、私も使ったことあるんですけどもですね、結構点数が上がらないです。これで落ち込んでですね、本番に行くと意外と本番の方が簡単に感じます。これですね、宅建だけじゃなくてですね、他の試験でも同じことを感じたことが多々あります。これはですね、模試はいろんな知識をカバーしようと思って作るので、本番よりもですね、実質的な出題範囲とか出題知識っていうのはですね、広いんです。そういうところが影響していると私は思っています。本番で出題される問題の大半っていうのはですね、過去問の周辺知識ですとか、それに類する知識が多いのに対して、模試っていうのはですね、あまり過去問ベースというよりは、模試の実施団体のですね、発行しているテキストとか参考書とか、もしくはそこでやってる講座とかですね、講義とか、そういったものの理解度の確認の意味合いの方が強いので、難しく感じるんだと思います。ですからですね、模試で点数が悪くても諦めてはいけません。これは本当にそう思います。逆にですね、模試で点数良くても本番でそのまま通用するわけではないので、絶対に油断をしないでください。模試というのはですね、先ほどこのコメントにもありましたように、自分自身のですね、理解度チェックみたいな形で使うといいと思います。点数はあまり参考にしない方がいいというのは私の結論でございます。はい、で次に紹介するコメント、権利関係苦手な方必見ですよ。いきますよ。ペネロペちゃん、ありがとうございます。民法がかなり苦手だったので、法改正されたところを主に勉強して、業法と法令の過去問を重点的に回しました。民法が6点しか取れないと分かった時は落ちたと思いましたが、業法と法令が満点だったので、なんとか合格することができました。田中先生が励みでした。ありがとうございます。今後も動画楽しみにしています、ということでございます。ありがとうございます。はい、これ私的にはですね、かなり嬉しいお話です。私ですね、権利関係ができなくても合格できるっていうのはですね、私の結論でありですね、だからこそ宅建っていうのは独学や法律初心者でも合格できるっていうふうに言っている理由でもあります。この方ですね、まさに模範演技でございます。やればですね、宅建業法と法令で満点取れるんですよ。もうこの方素晴らしいです。権利関係苦手という方に限ってですね、業法と法令が固まっていないのに勝手に焦っているってケースは結構あります。必ずですね、業法と法令は必ず固めてください。そちらを強く意識してください。権利関係は法改正を中心に基本をしっかり押さえておきましょう。難しい正解率の低い問題を一生懸命やらなくていいですよ。いくら勉強しても本番で間違えるリスクは高いです。本番で間違えるリスクが低い宅建業法と法令上の制限を完全に固める。これが本当に大切です。それからですね、今年見事にリベンジを果たした方からもこんなコメントをいただいております。家建てチューバーヒロパッドさん、ありがとうございます。いつも楽しく拝見させていただいております。毎日お疲れ様です。去年1点足りずに落ちて、今年は独学田辺先生の YouTube に出会えて、権利関係の問題が解けるようになりました。すごい嬉しいですね。借地借家法は本当に分かりやすかったです。無事合格できました。もうありがとうございます。もう借地借家法はですね、不動産大学のですね、看板シリーズとなっております。まだ見てない方、ぜひ見てください。ありがとうございました。感謝しております。とんでもございません。皆さんの実力でございます。2回受けてみて、去年との得点差は、権利関係です。分かるだけではなく、解くスピードも重要。また、問題集や解説テキストに載っていない問題も出るので、その場で判断できるトレーニングが必要かなと感じました。本試験は必ず宅建業法から解く。これ鉄則ですよね。ということでございます。リベンジおめでとうございます。この方はですね、
権利関係を補強できたことで見事リベンジできたそうです。確かにですね、権利関係はトレーニングが必要です。これはですね、結構時間がかかるんです。すぐにやってですね、なんとかですね能力が伸びると、そういうものじゃないんです。ですからですね、来年のリベンジを狙っている方ですね、年内からスタートできるんであればですね、ぜひ権利関係からやってリベンジを果たしてください。権利関係っていうのは理解に時間がかかるんです。テキスト読んで理屈で分かっても問題で出てくると、その問題を解くことができないんです。これはですね、知識が頭に入っていてもですね、その頭に入っている知識をどう使って問題を解いたらいいのかっていうところまで分かっていないからなんです。これはですね、時間がかかるんです。何回も何回もいろんな問題を繰り返しやって、それを頭に教え込んでいく必要があるんで、時間がかかります。試験直前にやることじゃないんです。ですからですね、もしここを補強したいということであれば、もうぜひですね、今からですね、権利関係の学習を始めていただければいいと思います。権利関係の学習っていうのは長く続けてやるっていうのはとっても大切です。それからですね、この方も実践されたということなんですけども、両方スタート実践していただいてありがとうございます。まあ、まさにそうなんです。宅建業法問26からスタートするっていうことがですね、合格への鍵なんです。問1のですね、権利関係からやって急ブレーキかけている場合じゃありません。特に今年の試験ですね、問1からやった人かなりつまずいたと思います。絶対にですね、問26から始めてください。もうこれはスタンダードになりつつあると思います。もうそのうち試験問題の配置自体が変わっちゃうんじゃないかなと思うぐらいですね、皆さんですね、実施していただいているので、ぜひですね、宅建業法の26から始めてください。さらに参考になるコメント、こんなコメントをいただいております。トラマルさん、ありがとうございます。参考になるか分かりませんが、僕が10月試験を受けた時に徹底したことを感じたことをお話しします。先生も言っていましたが、宅建業法から始めて自信のない問題、個数問題、計算問題、民法の判決文問題はすっ飛ばして、とにかく一周全問解く、心が落ち着くので、これすごく重要でした。あとはマークシートミス、名前書き忘れがないか5回見直す、自己採点で予備校の予想を上回っていてもマークシートの見直しに自信がないと不安になる日があります。12月の試験の方、ラストスパート頑張ってくださいということでございます。これもですね、私すごく同感です。業法スタートした後はですね、できない問題や時間がかかりそうな問題はですね、躊躇なく飛ばす、そして一周終わってから戻ってくる、これが一番いいんです。これは本当に鉄則です。躊躇なく飛ばすためには、一度自力模試なんかでですね、その練習をするっていうことはとっても大切なんです。一度ですね、シミュレーションをしておけば、飛ばしても後から戻ってこれるっていう風にですね、自信を持てるようになるので不安になりません。それで一周終わると非常に落ち着けるので、正解率が上がってきます。飛ばす時に注意するのは、目印をつけておくということと、マークシートの塗り間違え、これだけにはご注意ください。あとはですね、マークシートの見直しもとっても重要です。私が受験生だった頃ですね、ちゃんとマークシート見直していない時があってですね、自己採点して一応合格にはなってるだろうとは思ったんですけども、1ヶ月間ですね、かなり不安な日々を送った経験があります。この経験をしてからですね、必ずマークシートは自分自身で絶対大丈夫、塗り間違えていないというふうに確信を持てるようになるまでちゃんとチェックするようになりました。これも結構重要です。自己採点したところでですね、安心できません。そしてですね、さらに試験攻略の部分で重要なコメントをいただきました。こちらです。はるたんさん、ありがとうございます。田中先生、毎日の動画ありがとうございます。10月受験生です。私は今年初めて9月に全国模試を受けて、自分の現在の位置35点でしたが、本番に向けて収穫がありました。田中先生も言われていましたが、マスクをしての2時間はいつもより回答ペースが落ち、かつケアレスミスをしていた箇所もあり、本番に向けていい刺激になりました。あとは回答リズムを大切に、1が正解ならすぐ次に行くべきです。そして問26番からスタートは絶対と個人的にも思います。民法で頭と時間を費やした後は時間がなくなって焦るため、ホイホイに引っかかる可能性があります。もうまさにその通りですね。ぜひ今までの努力を発揮できるやり方で皆さんが成功するのをお祈りしてます、ということでございます。もう素晴らしいアドバイス、ありがとうございます。もう私も完全に同調です。同感いたします。これ本当に重要な情報ありましたので、ちょっと整理しますよ。こちらです。まずですね、マスク2時間のシミュレーション、これも非常に重要です。そして選択肢1が正解ならあとは読まない。そして宅建業法26からスタート、これは業法スタートと呼んでおります。まさにですね、私が動画でやっていたことをそのまま全部実践してくださったということで、本当にありがとうございます。まずですね、マスクの件なんですけども、これウイルス防御力が強いマスクっていうのは通気性が悪くて息苦しくなるので、本番で使う人はですね、本当に注意してください。特にですね、私ユニクロのマスクですね、別にユニクロさんのマスクはそれはそれでウイルスに対する防御力は高いんだと思うんですけども、結構息苦しいです。これマスクしてられないぐらい私は息苦しいです。本番で使うやつは1回ですね、自力模試をやって試した方がいいです。それからですね、選択肢1が正解だと思ったら、あとの2から4は読まない。これも非常に重要です。これ問題に印だけつけてですね、全部終わって余裕があったら戻ってきて確認で読んでもいいんですけども、とりあえずは飛ばしてください。選択肢1が正解の場合はボーナスチャンスですよ。で、毎年宅建試験の正解詞っていうのは1から4がほぼ均等になるように配置されています。ですからですね、全部正解が4とか全部正解が3みたいなことはないということです。だいたいですね、どれも10個前後ぐらいずつですね、配置されるようになっているんです。ですからですね、1の正解詞がですね、少なくとも10個
個以上はあるということなんです。これを使ってですね、ブーストをかけるんです。これがとっても重要です。そして最後に業法スタート、これはもうもはや当たり前になりつつあります。さっきも言いましたが、やったことがないという方、本番前に必ず一度実践しておきましょう。全然点数が変わってきます。難しい権利関係から着手しないようにご注意ください。今日の動画役に立ったという方、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。10月受験組の方も応援しています。あと少しですが、みんなで頑張って戦って年末ゆっくり休みましょう。ということで、また明日。